でこっち本当こっちの店ですか。はい、あのちょっといきなりで何も考えてなかったんですけどありがとうございます。このようなすごいありがたい賞をいただきましてすごい励みになります。この賞を励みに来年度もより上を目指して頑張っていきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございます。おめでとうございます。おはようございます僕は、今年パーフェクトの方に移籍してきて、うちの子守の方からこっちに俺を信じてついてこいって言われて頑張ってこれたと思います。来季は新人っていう枠はなくなるんで、年間ランキングの方で呼んでいただけるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。おめでとうございました。おはようございます。おはようございます。40からダーツ始めて、5年で、まあ、45歳の鎧は来てますけど、今年フル参戦1年目のルーキーなんで、来年は45歳枠もっと強い人が上がってくるんで、ランキングの方で入れるように努力しますんで、叱咤激励のほどこれからもよろしくお願いします。はい。おめでとうございます。来年につなげれるいい賞をいただいたと思います。で、今日チャレンジトーナメントを優勝できたので、来年はもっと今年よりも頑張って、トップ5、トップ10目指して頑張っていきたいと思います。来年もよろしくお願いします。おめでとうございます。こんにちは。この受賞があると全然分からなかったんですが、まあ、団体戦沖縄、まあ、自分の中で強いというか結束力がめっちゃあると思ってますんで、まあ、これを来年もチームあかりとして頑張りたいと思います。で、来年もまた応援よろしくお願いします。大城プロからもちょっと一言いただきましょうか。はい、こんにちは。来年もエリアチャンピオン1位取って15万円もらいたいと思います。リアル。おめでとうございました。はい、お疲れ様です。まずはこういう場に立たせていただいた、ツアー回らせていただいたスポンサー様と、応援してくれてる人に感謝を伝えたいと思います。うん、はい、来年は、45歳以上でないと取れないオーバー45スタッツ2つ、あと何ですか、総合ランキング、あとエリアチャンピオン、5冠目指してもうちょっとだけ頑張ります。よろしくお願いします。おめでとうございます。ありがとうございました。
います。こんにちは、浜野です。今年ダーツを始めて10年ちょいですが、初めてこういう賞をいただいて、本当に応援してくれている方と、お店の方たちに本当に感謝をしています。まだまだ来年ももっと今よりも上を目指せるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。おめでとうございます。楽しみ。皆様1年間お疲れ様です。お疲れ様です。はい、代表していました。自分が今2つも賞をいただいて素直に嬉しいです。1年間回って頑張ってよかったと思いました。ありがとうございます。おめでとうございました。お疲れ様です。僕今年でプロ4年経ちますが、今年初めて全大会出場することができました。これも今年1年間支えてくださったスポンサーの方々や応援してくれている皆様のおかげでありまして、とても感謝しております。そういったことでまたこういう東海エリア1位になれたので何だっけすいません慣れたこととても嬉しく思います。山梨県まだまだダーツ人口少ないんですが、僕もこれからもっと盛り上げられるように頑張りますので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。おめでとうございます。1年間お疲れ様でした。今年は自分にとって成長できる1年でした。来年は表彰台に立てるように日々努力していきたいと思います。サポートしてくださったスポンサー様や応援してくださった皆様、ありがとうございました。おめでとうございます。いただきたいと思います。ありがとうございます。緊張していろいろ考えてたんですけど、頭真っ白になって何言っていいか分かりません。今年は前半ちょっと、入院手術とかなんかされましたが、来年は体調管理に気をつけて一つでも多く勝てるように、一戦一戦大事に戦っていきたいと思います。ありがとうございました。おめでとうございます。皆様1年間お疲れ様でした。今年でプロを始めてから、6年目になるんですけど、プロになる前から、何度も夢見てきた優勝をすることができて、すごく、印象深い1年となりました。今年はちょっと、体調が悪かったりしたんですけども、追い日があってなんですけど、まあ、来年はですね、体調面と、あと頭皮のケアとちゃんとしながら、来年2度目の優勝を狙って頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。お疲れ様でした。と、はじめまして、四国からやってまいりました柿内と申します。四国のチャンピオンは今年初めて揃ったと聞きました。今までは全然出てこなかったんですけれども、四国のみんながなんですけれども、来年もちろん自分が来たいんですけれども、いろんな人がチャンピオンに出てくるように、これからどんどん後輩たちを育てていこうと思っております。私もまだ1年生なんですけど、来年は先輩風を吹かせて後輩をたくさん連れてやってきます。どうぞよろしくお願いします。おめでとうございます。お疲れ様です。
今年も、四国ランキング1位としてここに立たせていただきました。ありがとうございます。これも、株式会社カジコーポレーションはじめ、各位関係者さまざまな方に支えていただいての結果となります。本当にありがとうございます。四国ランキング1位なんですけれども、四国自体にダーツプレイヤーがまだまだ少ないと感じております。これからも、私自身プロダーツプレイヤーとしてさまざまな方に、ダーツの楽しさを伝え、来年度は、四国地区で競い合えるように、人口を増やしていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。おめでとうございます。ダイエット頑張るぞ頑張ってください。さあ続きまして、皆さんは1年間お疲れ様でした。このツアーは、参加して9年目なんですけど、ダーツ始めて10年目でパーフェクト10年目の節目に初めて授賞式に出ることができて、嬉しいです。ランキングの受賞は逃してしまったのが心残りですけども、今年1年仕事の方もかなり忙しく、娘も小学校6年生でなんか地区の役員とかを任され、もう本当にダーツ何もない休日がほとんどない1年間の中、仕事のためにダーツのために体調管理だけを考えてすごく余裕がない1年間だったんですけど、すごく頑張れたと思います。あと来週ちょっと仕事の試験があるので、それが終わったら思う存分ダラダラしたいと思います。本日はありがとうございました。おめでとうございます。一言、はい、今年はエリアランキング1位で苦節10年初優勝と嬉しい年になりましたが、来年この、苦節11年、パーフェクトも11年目とパーフェクトとともに頑張りたいと思いますので、またよろしくお願いします。ありがとうございました。大丈夫です。大丈夫ですよね、はい。このような素晴らしい場所に来れて、じゃなくて、このような素晴らしい、俺さっき聞いたぞもう2週目入ってますけどところに来れたのはスポンサー様のおかげだと思っています、まずありがとうございます。で、来年もまたこの場所に来れるように頑張りたいのでよろしくお願いいたします。以上です。はい、おめでとうございました。スポンサーの皆様、応援していただいた皆様、あと大会関係者の皆様、1年間本当にありがとうございます。ですね、自分は昨日でプロとして試合に出るのは最後だったんですけど、またこの舞台に戻ってこれて本当に嬉しいです。今後のこととかは何も決まってなくて、だけどダーツは今でもすごい大好きですし、この業界がたくさん盛り上がってほしいと願ってます。ここにいる人たちがきっとそれを引っ張ってやっていく選手だったりすると思うので、遠くから見守ってます。やばい、何言うか忘れちゃったんですけど、たくさんの人にお疲れ様とかありがとうとか言ってもらえて、本当に幸せなプロ生活を送ってこれたと思います。本当にありがとうございます。お疲れ様でございます。ではですね、会えないさん、会えなく、じゃあそのままステージの方に行っていただいて。
感動的な後に申し訳ないんですが、こんな声で、体調管理に失敗しましたこんな声なのでちょっと手短にと思ったんですけども、言いたいこと言わさせていただきます。まずは、運営関係者、スタッフ、それからツアー参戦のプレイヤー、あと応援してくれた方々、1年間お疲れ様でした。お疲れ様です。スポンサー様や応援してくださる方々 のおかげで、今年もこの場に立つことができました。ありがとうございます。ダーツしますので、今年応援してくださった方々以上にさらに応援してくれる方を増やすためにですね、技術それから人間性もさらに精進して頑張りたいと思いますので、来年もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。おめでとうございます。はい、どうしよう。まずは選手の皆さん、1年間お疲れ様でした。年間ランキング2位、正直悔しいです。悔しいんですけど、今年はPPD 賞と MPR 賞とエリアランキング1位と年間ランキング2位、4つの素晴らしい賞を取ることができました。これも1年間、応援してくださったスポンサーの皆様や、ファンの皆さん、家族とたくさんの方に応援していただいて取れた賞だと思いますので、私は胸を張って沖縄に帰りたいと思います。はい、すいません、ありがとうございましたって言えば終わりです。そうですね、多分、はい、1年間、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。おめでとうございます。やばい、緊張する。選手の皆様、関係者の皆様、1年間お疲れ様でした。そして1年間応援してくださった皆様とスポンサー様、本当にありがとうございました。昨日のパーフェクトは正直自分の中ではすごい悔しかったんですけど、パーフェクト10周年という節目で初めてランキング1位を取れて本当に素直に嬉しく思ってます。それと同時に、その今自分に足りないものにすごく気づいたので本当に良かったなと思ってます。緊張する。もう来年はより一層プロプレイヤーとして、パーフェクトのプロとして責任感と自覚を持って努力したいと思います。ありがとうございました。おめでとうございます。来年もご活躍。はい、西です。1年間皆様お疲れ様でした。去年も5位、去年はこのスーツを着て、まあ普通に着れたんですけど、今年はピチピチです。また来年、5位以上を目指して頑張りたいと思うんで、またこれからもよろしくお願いします。おめでとうございます。皆様、1年間お疲れ様でした。今年も僕がここに立っていられるというのは、日本全国でパーフェクトを開催していただいている、携わる皆様、スポンサー企業の皆様、パーフェクト事務局、そして全国を回っている選手、そ
そして僕たちのパーフェクトを応援していただいている、すいません、僕たちのパーフェクトを応援していただいているファンの皆様、本当に心から感謝しています。2016年は、優勝のないシーズンでした。正直本当に不完全燃焼というか、もう悔しい気持ちでいっぱいです。なので2017年は、もっとリーダーとして皆さんを盛り上げて、自分自身、もっと強い自分でいたいと思っております。なので、来年も応援をよろしくお願いします。1年間お疲れ様でした。おめでとうございます。どうも、永田理事長の個性を履き違えた山田です。はい、今年1年ですね、本当に、自分に甘かったなと、当然の結果だと思ってます。そういうちょっと甘やかした自分に対してもですね、来年はそういうちょっと自分に厳しくしっかりやっていこうという気持ちを込めまして、33戦全戦回らせてもらいます。はい、僕にはですね、守るべきお店はないので、もう、日本一理解のある家族もいますし、僕がやっぱり適任じゃないかなと思っております。33戦ここにも山田いるのかよってもうすごいいろんなところで、言われ続けて、ちょっとそういう、プロ活動をやっていこうかなと思っております。パーフェクトの運営の方にはですね、本当に感謝しております。そういう33戦という新しい面白いシステムを作ってもらったんで、ぜひ有効活用させてもらおうと思っております。来年も、皆さん共に飛躍の年にしていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。来年3月、皆様、1年間お疲れ様でした。それからスポンサー様、プロ、パーフェクト関係者皆様、本当に1年間ありがとうございました。そうですね、昨年から一つ順位を上げて2位になることができたのですが、決して満足のいく結果ではなかったなと改めて思います。今年は本当に試合の欠場であったりとか、本当にすごく課題の残る1年になってしまったなと思っています。で、そうですね、来年33戦試合数も増えるので、体調面であったり、プロの意識だったりするものをしっかりして、また来年も臨んでいきたいと思います。1年間本当にありがとうございました。おめでとうございます。本日は主催運営者皆様、スポンサー皆様、プレイヤーの皆様、ご参列いただきましてありがとうございます。昨年に引き続き、年間ランキング1位、スタッツランキング、エリアランキングと1位取らせていただきました。これもひとえに皆様の応援のおかげだと思って感謝しております。来年33戦あるということですが、プレイヤーの人たちも前線回るのは厳しいんじゃないかと言われておりますが、僕も山田裕貴選手と一緒で前線回りたいと思います。ただ今年、目標としておりました賞金2000万は超えれませんでしたので、来年は超えたいと思います。応援よろしくお願いします。すごいね。おめでとうございます。